よろしくお願いします。今まで水野さんとかボーノさんとか、特にボーノさん、自己紹介されてるんですけど、私自自己紹介するほどのものはないんですけど、公益財団法人野口研究所っていう、多分皆さん聞いたことないところから、来ています。で、簡単にせっかくなので、研究所のことを話させていただくと、主に投砂関係の研究をしておりまして、ほとんどがウェットの研究者で、ドライの人はほぼいないというか、私がちょっとドライやってるぐらいでというようなところです。でその中でちょっと化合物に興味を持って、やってるので、ちょっと今回話させていただくというようなお話をいただいたので、自分の分かる範囲になりますが、説明させていただきたいと思います。で今日の内容としましては、化合物の、概要と、関連データでどんなものがあるのか、あと化合物の表記法、ファイルフォーマット、先ほどのボーノさんの方でも、いろんな形式があるということだったんですけども、化合物の方でも、極めていろんな形式があります。で実際に使ってみようということで、パブケムを例に、使って、実際に触ってみていただいて、でその他、いくつかのツールを紹介させていただくという流れでやらさせていただきたいと思います。あ、入ってない、広げすぎましたね。今回化合物のデータベースということで、あんまり私自身深く考えずに化合物のデータベースっていう形で、タイトル決めたんですけども、主に扱っているのが先ほど話したように投砂関係なんですね。そうすると有機化合物なんですけども、化合物には有機だけじゃなくて無機化合物が含まれてたりしますし、今日、後の方で主に使いますパブケムなんかには無機化合物もいくつか含まれているというような感じです。で、今回扱う化合物っていうのは基本的に、原子数として、1000以下ぐらいの、低分子の有機化合物、原子数ですね、これが低分子かどうかっていうのは、私にとって微妙なんですが、そんなような程度の大きさのものを扱っているというような感じになります。で、午前中皆さんの方からデータベースのリストとして、紹介されたところで、今回化合物のデータベースについて挙げようと思ったんですけど、どれを挙げても角が立っても嫌なので自分が作ってるいいのがありゃいいんですけど、そういうわけでもないので、このカタログを見ていただくのが一番いいかなと思いまして、こういうふうに挙げさせていただきました。で、化合物については、ここのタグの方を見ていただくと、真ん中より下の方に化学物質っていうのがあります。あとそれ以外にも、薬だったり代謝物、脂質、糖質、このあたりが、化合物に含まれるのかなというふうに考えています。で実際、その中から先ほど説明があったように国内の化学物質のデータベース、化学物質で日本を選択してあげると1661件、非常にたくさんのデータベースがあって、ソース、あ、そうですね、こっちですね、勘違いしました、すいません。はい、はい、そうですね、今の正しいです。52件国内でありまして、非常に
それでも多数いろんなものがあって、ほとんどフォローできてない状態ですけども、それぞれ、目的に応じて、いろんなものが登録されていると。で、逆に、日本以外のもので、検索すると22件で、この中にもいろんなものが入ってるんですけども、下の方を見ていくとここに、パブケムのサブスタンスコンパウンドバイオアッセっていうパブケム の, あの、まあ、3セットのデータベースがあるんですけども、こういうのが、引っかかってきます。で、午前中の説明にもあったように、それぞれの、データベースについてはこの詳細をクリックしていただけると、書いてあるということなのでそこを見ていただくっていうのが、一つだというふうに思います。ということで飛ばしちゃって、また後でちょっと説明しますけども今回ちょっと飛ばさせていただきます。まあその辺のこういうような化合物のデータベースがあるので必要に応じてこういうところで検索される方がいいかなというふうに思います。で、化合物のデータベースでの関連データ基本的に、化学構造式に結びつけているものが多いです。で、どのぐらいで習うんでしたっけ、単結合、二重結合、三重結合 と、元素記号を組み合わせてこんなように書いてあげるというような化学式なんですけどもこれが、データベースによって、書き方が、ちょっと微妙だったりするものもあったりするので、ちょっと気をつけながら、見る必要があるところはあるんですけどもこのリンクは何だろう。すいませんね。パブケムだ。2' デオキシアデノシン、これパブケムなんですけどもパブケムを見てあげると、まあ、こういう形で、データが入っていると。で後でまた、紹介しますけども化学構造式パブケムだとこういう形で入っていますし、3D の構造でこういうふうに表示させているっていうのも入っています。あとは物性値として沸点とか融点とか溶解度あとバイオアッセイだったり、化合物を同定するため の, 化学実況明文庫法のスペクトルや数値、NMR だったりマス質量分析法の値っていうのを載せてたりもします。でこちらは何か載ってんのかな、載ってるのを例にするとよかったんですがあったありましたね。これは、1次元の NMR 核実共鳴のスペクトルのデータで、こういう、機械で測定したものであったり、2D もあるんだ。2D で HSQC っていうその測定法があるんですけどもそういうので測定したデータとかっていうのも載っています。これがマス質量分析法のデータですね。これは何だろう、あここにありますね。 GCEITOF、っていう方法で測定したものとかっていうのも、だんだん、データとして、追加されてきているような情報量です。で、沸点とか溶解度はどこだっけ、溶解度はログ P とか、溶解度じゃない分配係数か、ハザードの情報が載ってたりちょっとすぐ出てこないです。すみません。
この辺が圧生ですね、バイオ圧生のリザルトの情報が載ってたりするっていう形になってます。あと安全性情報は、まあ、パグケムにさっきあのハザードの情報あったりしたんですけども、ナイトとかの、情報を検索するとか、そのこの一般社団日本社団法人日本試薬協会の SDF 検索、まあ、こっちの方が、まあ、日本語で検索できていいのかなっていうふうな気がしますので、まあ、そういうようなところも参照にしながら、その使われる時は、安全性等気をつけて、ドライである場合はあんま関係ないかもしれないですけども、あの気をつけた方がいいかなというふうに思います。その他は書いてないですね、すいません。で、こんなような、データが載っているんですけども、特にその価格構造式に関してあのこういうふうに絵で、書いてるんですけども、コンピューターとかで扱う場合絵で書いてあっても、非常に扱いに困るということで、あの昔から、化学の方ではいろいろ工夫されていました。で、まあ命名法、まあ、コンピューター云々以前に、化学構造式化学化合物に関しては国際純正応用化学連合 IUPAC っていうところが、命名法の委員会っていうのをあの各、化合物の種類ったらいいんですかねごとに設けておりまして、なんでピンクなのかよくわからないんですが、なんかピンクなんですね、それでここの中にいろんな種類の、名前についてのルールが載ってます。で、私が関係するようなやつだとこのカーボハイドレートの命名法で、カーボハイドレートとかこうバイオ系に近いものは IUPAC と IUBMA の、 あの両方のジョイントでやられているところがありまして、クリックするとそれぞれ、これカーボハイドレートの例なんですけども、それぞれそのまたさらに細かいものについて、ルールがこういう場合はこうですよっていうのがザラザラザラっと書いてあると。で、こういうのを見ながら論文とか昔今でもですね、論文を書く場合にはあの名前をつけてたんですけども、先ほどのこの化合物でIUPAC名を表すとこんな感じになってきて、これだけ見ると、分かる人じゃないと何書いてるんだか全然よく分からない。あと日本語による化合物命名法っていうのもまたありまして、あの日本科学会が、親切にこのアルファベットで書いてる、化合物名を日本語で直したらどうなんだろうっていうのがありまして、ここは、ちょっと古いんですけども、書く人と読む人のターモネの化合物名っていうことで書いてあって、ザザザッとどこだったかな、こうですね、にぶてん、ここのこのぶとにえんと書いてあって、日本語ではぶとにえんでは理解できないだろう、にぶてんという日本語名を教えるわけにはいかないとか、日本語の命名はさらに複雑になっていて、なかなかちょっと検索
したりする時もちょっと大変なんですが、まあシノニムなんかでその辺うまくやっていく必要があると思います。で、ハイパクメメ法昔から使われてて、今でも論文、化学の論文では使われてるんですけども、まあそれだけだと分かりにくいんで、よく慣用名、こんなような慣用名が使われたり、最近の論文では見なくなったんですけども、昔はCASのレジストレーションナンバー、登録番号っていうのが載ってたりしたんですけど、最近はなんか載ってないみたいです。で、CASのレジストレーション番号に関しては科学情報協会の方でCASと提携していまして、なんかライセンスプログラムでこんな風に使う場合には、こういろいろ条件が書いてあるんですけども、ちゃんとチェックしてくれますよっていうようなことを言っていますので、興味がある方とか、たくさんCASス番号を使ったりする場合は、ケアされる方がいいかなと思います。で、その他CASス番号以外にも、パブケムにも化合物の ID だったり、サブスタンスの ID だったり、このその他っていってもいろいろ、先ほど出てきたようなケグのコンパウンド ID だったり、そういういろんな ID があるんですけども、ID だけだとなかなか難しいものがあるし、パブケムの場合だと本当に0から9の数字のみだけで表しているので、あんまり使いやすくなさそうなんですが、そういうルールなので、そこは諦めて使っているような感じです。で、ここまでは、なかなか解析困難なんですが、ここが優しいかどうかまた人によって違うんですが、同じように、表記法としてこの化合物を化合物、表記法でスマイルズっていう、昔からある線形表記に化学構造を落とし込む表記法があるんですけども、それで表すとこんな感じで、化合物を表現することができます。で、このスマイルズはルールを、比較的簡単なルールを覚えれば、この文字列から化学構造式に戻すこともできますし、1行で表記ができますので、化合物のデータの、やり取りにも結構頻繁に使われている形式であります。で、もう一つ、加えると、混合物の場合はドット入れることによって、このようにこの場合だとメタノール、エタノール、プロパノール、シクロヘキサン、ベンゼンっていうのの混合物をこういうふうに表すこともできると。ということで、比較的拡張性のある表現方法です。で、ただ、このスマイルズで表してしまうと、ここで表したようなこの座標の情報がなくなってしまうんですね。で、後で生成させればいいっていう考えもあるんですけども、それ以前に、結構古くから化学の世界で利用されてきたフォーマットで、CT ファイルのフォーマットっていうのがあります。で、この CT ファイルは、企業の方で作られたフォーマットなんですけども、スタンダードとして、いろんなところで利用されています。で、この CT ファイルの中にはモルファイルって呼ばれるものと SD ファイルと呼ばれるものだったり、あとは RXN って呼ばれるものだったり、いろいろあるんですけども、基本的には、この2つを覚えておいていただければいいかと思います。今ちょっと
次に化合物のデータベースを説明するときにこの辺の話がちょっと出てくるので、退屈な方もいるかもしれないんですけども、ちょっと長々と説明させていただいています。で、この CT ファイルなんですけども、現在、バージョンの2000とバージョンの3000っていうのがありまして、現在でも、主に使われているのがこの、V2000 っていうバージョンです。で、最初の時に、今日の最初に扱う化合物が原子数が1000個以下のものっていうふうに言ってたんですけれども、このバージョン2000のフォーマットの制限で原子数とか結合数が999個までっていう制限があるので、そういうデータを扱っているものが多いということになります。で、バージョン3000はそういう問題を解決したバージョンなんですけれども、一部にしか広がっていなさそうな感じです。で、これちょっともうちょっと、モルファイル SD ファイルについては後でまたもうちょっと詳しく説明させていただきます。で、それからこのスマイルズと似たような線形表記として、IUPACの方で作られているインチっていうフォーマットがあります。これはスマイルズと似てるところとしては、化合物の構造から文字列に起こして、この文字列から、化学構造に起こすことができるんですけども、パッと見て分かるようにこれよりもちょっと複雑で直すのが厄介です。で、ただ利点としてはスマイルズは、化学構造のどこから書き出すかによってその文字列がいろいろ変わってしまうんですね。例えばここから文字列書き出してこういうふうに書いていく方法と、ここからこういうふうに書いていくと、そういうふうにどちらの書き方でもできるので、この文字列がいろいろ変わっていきます。で、その中でその一応ユニークに、な文字列になる方法とかいろいろ提案されているんですけども、インチの場合はその辺のルールがしっかり決まっていて、1位の構造1つに対して1つの文字列ができるというものであります。で、さらにこの長いので、先ほどの構造でこのぐらいになったので、どんどん構造が大きくなっていくとどんどん、文字が長くなっていくんですね。で、扱いとかにも面倒くさいのか、シンプルにした方が良いということで、インチキーっていうものが作られています。で、これは、このぐらいの26文字で表せるようなキーでありまして、前半が化合物の、トポロジーの情報で、後半がステレオとかその他の情報、を入れているような圧縮した値になります。で、化学構造を渡す場合にはこのインチキーで、検索とかする場合もあるんですけども、若干そのハッシュ化している関係上ちょっとハッシュの衝突とかがあるということが言われていて、若干使うときには気をつけた方がいいところがあります。で、こういういろんな形式があるんですけども、ファイル形式として先ほど塩基配列でもファスタとかいろいろあったように化学の方でも、ここだと、スマイルズではよく私が見るのは SMI っていうのを見るんですが、あとスマイルズって書いてるのもあります。で、その中で、どの程度そのルールが決まっているのかって微妙なんですけど、スマイルズがこう各行ごとに書いてあると、あと場合によってはその最初に IDとペアで入れてあるような感じの構造になっているので、例えば
先ほどのファスタのフォーマットみたいにそのアクセッションでしたっけ、そうなんかルールがきちんと決まっているというよりもその時々に応じて、なんか違ってる感じがするので、どういう構造になってるか確認してから使われる必要があるというようなイメージを持っています。でそれに対しましてモルファイルっていうのは、スタンドアウト的なフォーマットで、大体が、構造が決まってます。で、ここに XYZ の、座標が入っていて、原子の数と結合の数と、ここに、バージョンナンバー、それからここに元素記号が入っていて、このそれぞれの元素記号のつながりがこの辺に書いてあると。で最後にエンドで終わるというようなルールになっています。でこれはかなり厳密になってまして、この最初1,2,3行目まではまあ比較的何書いてもいいんですけども、一応この2行目のこの辺に2次元の情報だったら 2D、 3次元の情報 Z 軸がある場合は 3D になっている場合が多いんですが、まあ、守ってくれない人たちも結構います。で4行目に先ほど言いましたような、まあ原子のと結合の情報とバージョン番号が書いてあって、あとまあ同じようにエンドで終わるという構造です。で先ほど CT ファイルの方で SD ファイルっていうのを、話したんですけども、 SD ファイルっていうのはこのモルファイルのエンドで終わった後に蓋部分に、こういうふうに付加情報を、タグ、何かのデータワンスペースっていう形でいろんなデータを、追記することができるフォーマットです。でこの場合は最後の 終了がこの4つのならで終わりで、また次の化合物の情報を追加して消えるというようなフォーマットになってます。あ、これは1個しか書いてないですね。ではここまでで1つの化合物の情報になってます。でいくつか、化合物の表記を挙げさせていただきましたけども、この他の形式の例っていうので、クリックして新しいページで開いてもらうと、ここにこれはケモインフォーマティクスで使われているファイルの、コンバージョンツールでオープンバベルっていうツールなんですけども、これはここに書いてるように113のフォーマットをサポートしてるっていうぐらい、いろんなものが入ってます。でこの下の方を見ていくと、先ほどインチであったりモル SDF であったり、まあ、SD でも SDF だったり SD だって書いてある場合もあるし、PDB で使われているような PDB フォーマットだったり、その他、各、ソフトウェア、ケモインフォーマティクス分野で使われるようなそのソフトウェアごとにいろんなフォーマット形式でそのデータが保存されているので、それぞれのフォーマットに応じて各こういうような拡張子で非常に多くな、どのぐらいあるんだろう、あ、ここまでですね、あるんですけども、あ、ファスタまで入ってる、どうやって変換するんだろうまあいいや、変換できるものとリードだけのものだったり、そういうものもあるんですけども、これだけのものを、同じように扱おうとすると大変なので、そういうのに対してサポートするツールっていうのも、あります。で、その辺のツールについては、このドキュメントの下の方に、載せて
あります。で、かなり時間、30分ぐらいかけて、長々と説明させていただいたんですけども、じゃあ実際にあのパブケム化合物データベースのサンプルとしてパブケムを利用してみましょうということで、午前中からあの紹介されている統合 TB を見てみたいと思います。で、統合 TB、は、説明何回もあったように、非常に、親切丁寧に書かれていて、いいなと思って最初に探したのが2012年のパブケムの、使い方だったんですね。で、あ、これ変わってると思って、よくよく探してみると2017年の12月にきちんとアップデート、現在のバージョンに合わせてアップデートされていて、非常に素晴らしいなと思いました、個人的に。で、ずっと喋ってると辛いので、パブケムを利用して化学物質や汗の結果を調べるっていうのがだいたい10分超とありますので、ちょっと私も休憩させていただいて、これをまず見ていただこうかなと思うんですけど、よろしいですか。あ、動いた。まずいつものように Google を使ってパブケムを検索するところから入るんだと思います。音が入ってるのかな。音を消せるの、あ、これか。今データベースでバイオアッセイ、カンパウンド、サブスタンスっていうものがあると説明がありましたね。で、ちょっとサブスタンス、コンパウンドの説明は後でちょっと追記あの説明させていただきます。検索に関してはこういうような感じなので、この説明でいいかと思います。で、今回こう化合物名を入れて検索している例なんですけども、パブケムにはあの化学構造式を書くエディターを使って検索する方法もありますので、まあ、時間があればその辺も説明させていただければと思います。
ここで詳細ページの説明ずっとしていただけるような感じなんですけども、私の方の作ったドキュメントの方の下の方に API の使い方とか書いてありますので、まあ、この辺は必要ないって方はそちらの方を見ていただいてもいいかなと思います。パブケムはバイオアセの ID も AID で数字だけで表しているので、本当数字だけだとどれがどれなのか分かりにくいので、まあ、その辺は気をつけて見ていきましょう。またさっきのところ戻ってきましたね。あとでちょっと下の方で説明と時間があれば化合物の表示と説明させていただくかもしれないです。で、今ダウンロードした、SD ファイルをこの GLmol っていうのを使って、構造表示するのの説明に今入ってるんですけども、この辺は、今日用意させていただいたドキュメントの下の方に、追記させていただいています。で、読み込んだデータをこのようにセレクトして、変更するのを選んでからマウスでくるくる回すと動くんですが、これ、2次元の情報を入れているので、平面の分子の情報になっちゃってます。で、実際の分子だと、まあ、3D の方の情報を入れた方が多分面白いなのかな、まあ、多少現実に近いような構造になってくるかなというふうな気はします。過ぎたのかな、あとちょっとですね。出ちゃった。
もうちょっとではあると思うんですけど、ここであるように、その、あ、思った、パブケムの中でそのコンパウンドとサブスタンスとバイオアセイの方データを、うまくリンクして、情報を見に行けるようにされているというような形になります。あの、静かな時間がちょっと続いて、ちょっとかなり不安な状態だったんですけども、私自身それで、このパブケムのサブスタンスとコンパウンドの関係っていうのが、ちょっと分かりにくいところがあるので簡単に説明させていただきたいんですけども、見えるかな、ちっちゃくしちゃうとちょっと見にくいかもしれないんですけども、お配りした資料の方にもこの同じものが載っていると思います。パブケムはその自身でデータ入れてるっていう部分もあると思うんですけども、ほとんど、いろんな、データベースの持って化合物のデータベースを持っている人たちがパブケムにデータを登録してどんどんデータが増えているような状態です。あ、そういうような性質のデータベースです。で、そのデータベースを持っている方たちは、パブケムアップロードっていうサイトがあるんですけども、そちらの方から自分たちのデータを最初に登録しに行きます。で、その時に付けられる ID が、化合物に付けられる ID がパブケムのサブスタンスっていうものになります。で、これは、だから、データを登録するごとに、違うサブスタンスの ID がつきますので、同じ化合物でも、違う ID がついているというようなことになります。で、パブケムの方では、同じ構造だったらそのままこのパブケムのコンパウンド ID を振るっていうようなルールではなくてですね、若干この間にバリデーションしたりノーマライズしたり、まあカルキュレーションはいいや、まあそういうようなアイソトープとかニュートライゼーションとかしたりして、ちょっと構造をクリーニングしてあげてます。で、そのような状態にしてから、パブケムのルールで、なんだろう、ユニークにした構造に対してコンパウンド ID が割り当てられているということになります。で、その条項の条件で一致したパブケムのコンパウンド ID と複数のサブスタンス ID が紐づくというような構造になっています。で、バイオアッセイに関しては、このサブスタンスデータ登録するときにこのサブスタンスと紐づいてバイオアッセイ情報が入っていて、そのバイオアッセイ情報とサブスタンスで、サブスタンスから同じ処理でつながったこのコンパウンド ID が紐づいているというような構造になっています。で、このすぐ下のところにデータソースっていうのがあるんですけども、これ開いていただくと、今話したように、たくさんの、パブケムには
データを提供しているグループがあります。で、ウィキペディアもありますし、いろんなのがあるんですが、よ、あれ？どこだっけな？あ、あった。あれ？どこ行った？こっちか？もっと下だっけ？あれ？世界地図を見たかったんですけど、どこ行ったか分かんなくなっちゃった。でかくしすぎたのかな、いきなり見えなくなるのかな、あんまり大きくすると。まあこんな感じで、アメリカ多いですけども、日本からも一応あって、中国もだいぶ出してます。でこれ、実は私も初めて見たんですけど、まあ日本ピックアップしてあげると、日本から、結局を含めてこういうようなプロジェクトからデータが、登録されています。でこの中にはJST の日課時も含まれていますし、主役のベンダーである TCI なんかも含まれているという形になります。で中国がすごく多いので、なんでだろうと思ってみたら、チャイナでデータソースとして、このベンダーを除いたら、ベンダーが119件で、それ以外4件、かなりベンダーが多いんだなっていうようなこともわかります。だからこのかなり製薬会社とかの宣伝兼ねて、いろんなデータを入れているような状況でもあるかなと思います。でこれだけたくさんの、データ化合物を扱っているところが、パブケムにデータを提供しているというような状況になっています。あと先ほどこの上の方で説明したんですけども、まあ、またビデオかっていうのだとまたあれなんで、ここはビデオ流さないんですけども、こういうような構造を、いろんな書き方があるんですけども、そこを、ファブケムのルールでどういうふうにするっていうのをいろいろ決めていく。でこういう処理をして、サブスタンスから、コンパウンドに持ってくるっていう。で、まあ、詳しく知りたい方はこのビデオを見ていただけると、その辺のところがわかるかと思います。3時50分。はい。すいません。そしたら、先ほど統合 TV の方で見た、化合物のエントリーページがこちらになります。ブザウザから利用化合物のページって書いてあるとなんですけども、まあ見てもまあほぼ同じ状態だと思います。パブケムもちょこちょこ変えてまして、インターフェースなりで、そういうところで若干違うところがあるかもしれないんですけれども、先ほど説明があったような状況になっていると思います。例えばキャスナンバーだと、こういうようないろんなところから登録された中にそのキャスバンバーが載ってますよとか、でこのフロームいくつって書いてるところが、そのデータを提供している先ですねっていう形になってます。で一応私は党をやっているので、党の宣伝もちょっとはしといた方がいいかなというようなのがありまして、これは CID か。でまあこういう説明なんかも外部のサイトから持ってきたのをうまく利用してされていまして、動作の構造はこの形で書いていただくのがいいんですけども、
いくつかのデータベースではこれじゃない書き方をしてあったりして、化合物データベースで特に糖鎖の構造、特に立体構造を、見る場合は注意をしていただきたいなと思います。ステレオなんか他のデータベースに、例えばこの辺に出てくるようなインチだったりインチキーで検索した時に、該当するものがない場合は、このインチキーだとこの前半部分 の、 トポロジーの位置、インチだとこの、プラスマイナスが入ってくる前のこのぐらいの文字までで検索して一致すると、まあ、かなりの部分がこの糖のステレオ書き方があまり良くないっていうのが混ざってる可能性があります。まあそれはしょうがないというか何とかしていきたいとは思ってるんですけども、で、パブケムの方は糖に関してはこのバイオロジックのデスクリプションということでこの炭糖の記号、これは糖の分野でよく使われている記号で糖以外の方はあまり見ないと思うんですけども、まあ、こういう記号であったりああいうパックの表記であったりっていうのも追加されているということで、まあ、糖の分野とパブケムもリンクして連携しながら、やっています。あとシノニムがいろいろ入っていたり、データとしてはこの辺は計算されたプロパティで、モレキュラーウェイトだったり、ハイドロジェンボンドドナーカウントだったりアクセプターカウントだったりっていうのが計算されて入ってるんですけども、この辺の値は創薬なんかのターゲットを、探したりするときには使ったりするトポロジカルサーフェスエリアとかのがあります。あとこれはログ P 分配係数の計算値だったりっていうのが、まあ、使われたりしています。あとメルティングポイントあったり、まあ、これはソリッド、ソリッドですね、はい、で載ってるものに関してはソルビリティが載っていると。でこれログ B の実験値ですかね、こっちは。あと PKA だったり先ほどあったスペクトル情報なんかも載ってると。で、結構頻繁に情報が追加されてるような気がします。こんな感じで、パブケムには、コンパウンドとサブスタンスとバイオアセイっていうようなものがありまして、それぞれの、データどんなようなデータが入ってるかっていうのの概要とそのソースっていうのの説明を簡単にさせていただきました。で実際にこれから下の方はじゃあ実際にそのパブケムのデータを取って実際に自分の手元に取ってきたで見ようというような方法について説明させていただきたいと思います。でいくつかの方法があるんですけども、最初はパブケブのパワーユーザーゲートウェイっていうところがあるんですけども、そこで REST のサービスをやっています。で、詳細はパブケムのこの REST っていうリンクを開いていただきますと、パブケムのサイト、このパブケムドックスっていうところに、飛んでくれます。で、ここに、パブケムのいろんな説明がついているんですけども、これレストだったりチュートリアルソープだったりっていうのがあります。
でここにそれぞれの何て言うんだろう、使い方についての詳細が記入されているので、まあ、必要に応じてこれを見ていただければいいんですけども、これ このレストサービスはあんまりたくさん投げないでねっていうふうに書いてあるので、今回これガンガンパチパチしすぎるとあんまり良くないかなと思うんですけども、まあ普通に開いてみてっていう分には問題ないかと思います。のでそんな形でやって、ちょっとここを演習的にやりたいかと思うんですけども、実際にこの REST の API は、ここのところが固定で、ここに対してインプットの情報と何をするかっていうオペレーションの情報と、アウトプットをどうするかっていうのと、最後オペレーションのオプションっていうのが組み合わさった URL に対して処理した結果を出してくれるというふうになってます。で上の方からレコードの検索だったり、この辺プロパティのテーブルだったり、シノニムだったり、ディスクリプションだったり、ID を取得する方法だったり、アッセイとかサマリークラシフィケーションとかっていうのがあります。でレストここまでで、ここがスクリプトのサンプルがあるんですけども、ちょっと先に間違えないように説明させていただきますと、飛ぶかな、あれ、あ、いたいた、ぐるっと、はい、これはここに、ZIP ファイルでサンプルスクリプトが載ってまして、まあそういうことができる人はここまで行ってやっていただければいいんですけども、基本的にはこれいいや、ここまでで、リンクをクリックすると何か見えるというような状態になってます。例えばこれだと、ずっと書いてあって、パブケムのレストのコンパウンドの CID の2244番っていう化合物、これの SDA ファイルを取りますよと。でこれ、新しいタブで開くってもらうと、あら時間かかるかな、あ、ダウンロードした、ダウンロードしましたね。これをよいしょ、開くとさっき説明させていただいたように、SD ファイルの V2000 っていう形式でこの化合物がこう書いてありまして、その蓋のところにこういういろんな情報が入っているというのを取ってくれます。で最後この記号で終了して、今化合物1個だけ取ってきたので、こういう情報が取ってこれると。で必要に応じてこれを処理するというような形になります。よいしょ。でまあ同じ番号でこれは表示してくれると嬉しいんだけど、無理かな、あ、表示してくれた。今の化合物のピングの画像、このID の画像はこれを押してあげるとこんな化合物ですよっていうのが取ってくれます。で、これオプションの例なんですけども、224番の SDF なんですけども、先ほどの、SDF は2次元の化合物のデータだったんですけども、
このタイプ 3D っていう方を押してあげると多分これまたダウンロードされちゃうよ。でこれ3次まだちっちゃいかな、3次元でこの XYZ の Z 軸に数値が入ってきて、3D っていう3次元の情報ですよと。でまあこっから下の方の情報はまあ多分ほぼ同じ、フィンガープリント入ってたっけさっき、そんな形になってると思います。で3次元情報ですと開くかな、あ開いた。これまあソフト入れなきゃダメなんで、あと下の方にいろんなソフトあるんですけども、まあ手っ取り早くよいしょ、これ3次元の情報なんでこんな感じで化合物が3次元の構造が、取れると。で分子の構造を見るソフトはいくつかあるので、まあそういうフリーのソフトもたくさんあるので、そういうのを使っていただければいいかなと思います。それから、化合物の ID が分から、これはもう ID が分かっている場合こういうふうに打てばいいんですけども、例えば ID が分からなくて名前が分かっている場合アスピリン SDF って打ってもらうっていう、まあとりあえず何かの名前を入れて SDF を言って何かデータが返ってきたら入っているというような感じですまあそれがいいのかどうなのかあれですけど、まあそんな形になってます。それからまあ名前だとそのいろんな表記あったりしてややこしいので、構造を書いて、ああそっかインチキーを生成させないとこれが使えないんですけども、化学構造式を書いてそのインチキー生成させるツールとかもありますので、そういうもので、インチキーを作ってあげる と、ID がわからない化合物に関しても情報を取得できるというような形になります。それから、コンパウンドからアッセイデータを取得したければ、こういう形でアッセイの AID を入れてあげて、これは XML 形式で、あらサファリだとこうなっちゃうんだっけこれだと XML 分かんないですね。JSON で見えますかね。あ、JSON 見えた。JSON 形式で見てあげると、この圧生データに関して AID、ID が1000番で、それに対してディスクリプションとかその他の、情報がこういうふうに取れてきているのが分かると思います。でこれ今、やったのは、今サファリでこの XML が表示できなかったので、JSON 形式でここにあるような JSON っていう形式で出力させたら、ああいう形で見えます。でその出力形式っていうのは、先ほどのこのパブケモノドックスの方に載っているんですけども、先ほどの XML だったり XML だったり JSON だったり、まあ、いくつか SDF あとピング CSV も出てくると思うんですけども、そういうフォーマットで出力することができます。でレコード検索はこんな感じで、あと化合物のプロパティを持ってくるということで、まあここの場合、まあ適当にクリックしてもらうといろんなものが出てくるんですけども、この場合化合物のコンパウンドの CID が、間膜切りでいくつかこう選べます。
この場合 1,2,3,4,5 っていう CID に対してプロパティでモレキュラーフォーミュラウェイトインチキを JSON で返すっていうようなものを書いてあげるとこんな感じで1番2番3番4番5番っていうところで、モレキュラーフォーミュラとウェイトとインチキを返してくれるというふうにして、化合物の情報が得られます。で、先ほど、お話しした、創薬系だと、ログ P だったり TPSA だったり、ドナーのハイドリゼンボートのドナーカウントだったりこういうような情報も、JSON 形式で取ってくることができますし、化合物のこの説明しましたのスマイルズっていう表記方法で化合物の構造も取ってくることができます。あとは先ほど上の方でアスピリンって打ったんですけども、まあ、アスピリンって言ってもいろんなシノニムがあるなということでアスピリンのシノニムっていうのを探してみるとパブケムにはこれだけわーっといっぱいなんかありますのでアスピリンの代わりにこういうものを入れても同じように引っかかってきてくれるんじゃないかなと思うんですがどうだ SDF 出すの嫌だなどうしよう。まあ、これで入れちゃった。ちゃうちゃう。まあいいか。ここの中にシノニム入れ替えて、ここ SDF じゃなくて PNG とかにするとその絵が撮れたりという形でこの REST のサービスを使うといろんな情報が取ってくることができます。で同じように、まあ、ID を取ってくるときにプラスアルファ、こういうようなオプションを加えてあげるといろんなものが取ってこれると。試しにこれ JSON だから見やすいかな。この CID に紐づいた AID のリストをダーッとこう取ってくることもできますので、ここからこの AID にさらに AID の情報は先ほどどっかにあった、シノニムプロパティ、SID この辺ですかね AID のディスクリプションとかを取ってきてあげるっていうことが組み合わせればできるようになります。一応この辺で、REST の API の説明がこんな形なんですけども、実際使われてみて何かわからないとか。ありましたら、聞いていただければ分かる範囲でお答えします。よろしいでしょうか。まあ実際にこのサンプルとこのドキュメントを見ていただくと大体、どんなことができるのかっていうのが分かると思いますので、あとはそれを組み合わせていくという形でいいんじゃないかなと。いい。まあいろんなことができる可能性があるかなと思います。じゃあ時間もどんどん過ぎていくみたいなので、まああとREST以外にソープを使った取得方法もあります。でこちらの方はここを見る限り。たくさんアクセスしないでねっていうような
情報はないので、まあソープでやれる人はそちらの方が使い勝手がいいのかなと思います。で、.NET とか Perl、Python、Java とかいろいろ使えるということで、この辺の情報を見ていくと使えると、あ、で、それぞれの、サンプルが、ここのサイトだったかな、クライアントヘルプを見ていただくと、その参考になる情報があるので、それを使って、作られるのがいいかなと思います。で、これに関してはちょっと今回、いろいろプラスアルファソフトを入れなきゃいけなかったりするので、今回のデモでは紹介だけにとどめさせていただきます。次に、今度、先ほどのクラシフィケーションもうちょっと後になっちゃうんですけど、すいません。RDF のスタイルは、確か箕輪さんの方で説明させて、簡単、はい、ですよね、はい、説明があったと思うんですけども、そのセマンティクスの RDF っていうフォーマットで、パブケムの方のデータを取得することもできます。で、これは先ほどと同じように、このまあちょっと URL が違うんですけども、取れる情報は似たようなもんです。似たようなもんですって言い方良くないかな違うっては違う、うん、まあ、RDF のスタイルで、データが取れるんですが、JSON とかと比較してちょっと内容が分かってないとちょっと見にくいかな。まあこんな形で、データが取ってこれるんですけども、RDF を使って何かをやろうとするときに、それぞれのエントリーからデータ取ってきて、その自分のところにロードするというような使い方もできるかと思います。で、その時には、Curl が使えればこんなような感じで、データを取得することができますので、その辺、できる人はそういう形でも使えるかなと思います。で、実際はこの辺クリックしていただくと、先ほどとの、レストと同じように、RDF の、まあ、書き方、HTML、ん？ HTML はちょっと違いますね、毛色が。これテーブルで出してくれるんですね。こういう、この CID2244 に対してこういうプレディケート、これ is isotopology of 対してこういうものが紐づいてますよっていうような情報が入ってるんですけども、こういうテーブルみたいな情報が、それぞれのいろんなフォーマットで、出力されるとできるというような形になってます。で、REST と同じように、クエリーとして、先ほどのシノニムでネームアスピリントしたり、その以外の、データを取ってくるような、REST スタイルの、API も用意されています。で、RDF を使うのであれば、これで個々に取ってきてもいいですが、まあ、あんまり数が少ない場合はそれでもいいんですけども、パブケムの方から、ある程度まとめたデータを取ってきたいとすると、今みたいな、REST だったり、SOAP だったり、RDF のサービスだったりするのは、あまり、使い勝手が
良くない場合があると思います。でパブケムでは、まだ真ん中ぐらいだ、クラシフィケーションブラウザーっていうのが用意されてます。でこれオントロジーとか分類から、化合物のデータセットを絞り込んで、絞り込んだデータセットをまとめてダウンロードができます。で、先ほどリピッドのデータを、ことについてあったんですけども、このサンプルでは、確かグライコリピッドの検索をしてそれを取ってくるっていうのをやっています。でやり方はまず右側の下の方に、あ、真ん中だ、クラシフィケーションっていうところがあるので、これをクリックしていただくと、パブケムのクラシフィケーションブラウザーっていうのが開きます。よいしょ。これですね。でこの中で、このセレクトクラシフィケーションっていうのがありますので、ここから、分類法を選んでいきます。でいくつか、こういう形であるんですけども、こっちのサンプルでは今回はケビーを選択してみますって書いてあるので、チェビーを選択しましょう。チェビー、まあ何でも選択していただいて構わないんですけども、例と同じようにチェビーを選択します。でチェビーを選択すると、ここにツリー構造で出てきて、チェビーのオントロジーに相当するのが 98,150 登録されていて、それぞれこう分類されてこんな風に内容になってますと。でこれサブスタンスで、コンパウンドにすると若干これ数が変わるっていう、ケビーの中でちょっとコンパウンドにするとマージされるものがあるんだなっていうようなのがここでわかると思います。で今この状態ですね。でここでサブスタンスとコンパウンドを入れ替えてっていう、でこのツリーのこのところをちょっくりしていくと、どん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 下の方に下がっていけるんですけども、なかなか階層構造が大きい場合、どこに何があるのか、なかなか探すのが大変で、まあ知ってるものであれば比較的簡単にたどり着けるんですけども、そうでない場合もあります。で今回目的がはっきりしている場合は、この右側のキーワードのところに Search Selected Classification By っていうのがありますので、ここに、今回グライコリピッドっていうのを入れてみます。グライコリピッドを入れて検索してあげると、このグライコリピッドっていうのがキーワードとして検索されます。今これと同じ画面になってます。で、その後に、このクラシフィケーションの左側のこのプラスのアイコンがあるんですけども、それをクリックしてあげます。そうすると、ここですね。ここをクリックしてあげると、このクラシフィケーションが、ケビーのこうたくさんダーッと出てくるんですけども、これで、どこに何があるのかを検索するのが大変なので、ブラウザの機能で、グライコリピッドをハイライトしてあげると、あ、この辺にこうグライコリピッドがいますねっていうのが分かります。で今回グライコリピッドを取りたいので、じゃあこのリピッドのリポポリサッカライドグライコリピッドのところをクリックしてあげると、まあこんな深いところに、どこだろう、あ、いた、ここにいました。で、なかなかたどるのが難しい場合はこういうふうに検索してあげる方が早いと思います。
で、検索できましたら、今度はこのグライコリピッドっていう、まあ、グライコリピッドじゃなくてもいいんですけど、この取得したい、データセット、サブセットの青い数字をクリックしてあげます。今回はグライコリピッドを取ってこようと思いますので、ここの数字をクリックします。あ、時間が。そうすると、選択された構造のリストが表示されるので、右側のストラクチャーダウンロードっていうのがあるので、それをクリックします。ここに、ちょっとちっちゃいですね。ここの右側にストラクチャーダウンロードがあるので、そこをクリックしていただきます。そうすると、ダウンロードするためのサイトが開いてくれます。で、このままダウンロードボタンを押してもいいんですけども、一応ここのところに最初に説明した、SDF だったり、スマイルだったり、インチだったり、イメージ、っていうようなのが選択できるようになってます。あとはデータが大きい場合圧縮するかしないかとか、そういうのも選べるようになってます。で、ここで、まあ通常であればもうこのまま SDF フォーマットでよければ、このダウンロードボタンを押します。そうすると、ダウンロードデータを準備してくれて、ここにあるようなファイル名で、データをダウンロードしてくれます。それがちょうどここのとこですね。自動的にダウンロード開始されて、この場合はもうこのダウンロード名なんですけども、まあ、今回これで、あ、ダウンロードされたかな、サンキュー、あ、されましたね。ダウンロードされて、開くかな、あ、開いた。SDF を選択したので、まあ、SDF の V2000 のフォーマットで、化合物構造とそのメタ情報がこう入ってきて、一つの化合物がこれで区切って、次二つ目の化合物がっていうのがざーっと続いて、こういうふうにデータが入ってきます。で、最後これで終わるっていうような SDF のフォーマットでダウンロードできます。で、これで先ほど、今回の例はグライコリピッドなんですけども、グライコ、パブケムに入っているケビオントロジーのグライコリピッドに割り当てられている構造558についてのダウンロードはこういうことで、ダウンロードすることができます。リピッドも、同じようにこのグライコリピッドの代わりにリピッドのところを、ダウンロードしていただければ同じような、あ、ここだとリピッドだと、11,725 件ダウンロードされると思うんですけども、ここをクリックすれば同じようにリピッドが取得、リピットのリストが取得することができます。これでリピットよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。で、目的に応じて、パブケム、あ、ケビーだけじゃなくて他のオントロジーとか、まあ、リピットだとリピットマップスのクラシフィケーションだったりを使うことによって、さまざまなで、サブセットをダウンロードすることができます。今の説明がこの辺で、あ、ここはなんか、みんなバイオの講習会してるんで、バイオの方があったら面白いかなと思って、ジーンオントロジーでバイオロジカルプロセスを選択してみて、こんなことをしてみると、
グリコシレーションに関する寺院がリスト一覧がこう取れますよっていうようなのも、できるかなと思ったんですが、まあ、できることはできるんですけど、このパブケモのクラシフィケーションブラウザからなんか取ってきたリストは寺院に入ってるんですね、これ。でこれパブケモの説明になるのかちょっとわからないので、まあ、面白そうだから載せてあるんですが、興味ある人は触ってみ、あのこの通りやってみていただければ、こういう情報までたどり着けるということです。で、これは SD ファイルの選択の例なので、いいですね。で先ほどの選択で、スマイルズを選択した場合は、さっきは SID を選択してたので SID とスマイルズのリストがこんな形で取得することができます。時間がない。あとは、もう一つは、パブケムの方に FTP サイトがありますのでそこからまとめてデータを取得することもできます。で、パブケム FTP はこの一番右下の方にありましてクリックするとあのパブケムのこういう形でいろんなデータが出てきます。でこの中には、バイオアセ、コンパウンド、3D ストラクチャーだったり RDF だったりサブスタンド、サブスタンスだったりっていうのが入ってます。でこれ、例えばバイオアッセイの CSV のデータ中身見てみるとバイオアッセイの ID に対してその1番から1000番までまとめて ZIP 圧縮して入ってるっていうふうになっているのでなんだろう、これ目的のものに絞って取るっていうよりもまとめて取って後で処理したいっていうような用途に向いているかと思います。で、あとは、1回取ったものに関して、アップデートが、ダイアリーとマンスリーといくつかちょっと見ていただくと、載ってるんですけど、アップデートされたごとにそれのデータがありますので、データ、大量にダウンロードされた場合は、アップデートされたデータを、アップデートしてローカルで使われるの方がいいかなと思います。で、ここで大体、今回話させていただきたいのは終わったんですけども、あと追加で、ツールの簡単な説明をさせていただきたいと思います。ケモインフォマティクス、化合物取り扱うときにはダウンロードしてきたデータをいろいろ計算させたり類似性を見たり、ストラクチャーサーチをしたりいろんなことをやることがあると思うんですけれども、そういうときに、まあ、役立つようなツールの一部をここに紹介してリンク先見ていただくとそれぞれのツールの説明が載っています。あと先ほど、私の方は、ローカルの、アプリケーションを使って 3D ストラクチャーをお見せしたんですけども、パブケムの方にも 3D コンフォマツールっていうのがありまして、それを使うと、まあ、ここに書いてあるようにやってあげるとこんな感じで 3D のコンフォマをブラウザ上で見ることができます。あと先ほど統合 TV の方では GBGL モルを使った説明が載っていたと思うんですが、説明されていたと思うんですけども、同じようにこちらの方で GL モルについての説明を追記しておきました。でこれちょっと私がこの、先週かなやってみた時に、ここに CID を入れてロードしてみたんですけども、ロードされなかったんですね CID で。ちょっと原因はちょっとわからないんですけども、でここの部分に、まあ、SD ファイルを貼り込んでこれでロードモレキュールフロムテキストエリアってやってあげるとちゃんと化合物が読み込めてこういうふうに 3D ストラクチャー表示されましたので、まあ、ちょっと何かバグでもあるのかなというような感じです。
あといろんな ID 出てくるんですけども、ID の自動変換リシステム、まあ、変換ツールなんかもこういうところにあるので場合によっては便利かなと思いますので利用されるといいかと思います。以上です。